これからワイナリーの中をご案内していただきます。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、ここは玄関ですね。はい、ここは正面玄関になってます。お、素晴らしい、なんかかっこいいですね。ありがとうございます、うん、お願いします。高畑サルドネナイトハーベストについてお伺いします。栄養分を蓄えています。そんな朝と夜って違うんですか？日中だとやっぱりこう水吸い上げたりとかそういうことするんで、ブドウがちょっと膨れたりするんですけど、夜休むんでその分ブドウが凝縮してる間に摘んじゃう。こちらは樽の貯蔵庫ですか？はい、ここは白ワインのみ、まあ、ほぼほぼ全部シャルドネの樽貯蔵庫になってます。はい、シャルドネは全部樽で寝かせているんですか？まあ、一部樽で発酵させて、これは一部、そうですね。ここはね、最終的なワインにするために酒石を落とすためにこういうマイナス4度水が回ってるんで、マイナス4度触っていいですか？凍ってるんです。あ、超冷たい、ツルツルです。で、酒石をここで落として、で、ワインになった時に瓶の中に出ないようにするんです。酒石落としてるんですね。はい、冷たい、見た。こちらは何ですか？これはですね、エノフローっていう機械で、はい、この中に中空脂膜モジュールっていうのが入ってて、うん、0.2 ミクロンの細かさまでろ過ができる。ろ過器、きれいにするっていうことですか？そうですね、微生物がだいたい 0.6 ミクロンぐらいなので、はい、そういうものが残らないように、きれいにろ過をする。へえ、なるほど。じゃあ高畑ワイナリーさんのワインは全部これに、そうですね、かけているのできれいっていうことなんですね。はい、はい、貯蔵タンク大きいですね。そうですね、しかもなんかね、こんなにいっぱいあるとこ初めて見たかもしれない。あ、そうですか。はい、生産量はすごく多いですか？生産量はですね、毎年だいたい500トンから600トンを仕込んでます。500トンから600トンっていうと、ワインの本数でいうと年間100万本ぐらい。すごい、たくさん作られてるんですね。量はそこそこ作ってますね。すごい、大変じゃないですか、全部見るの。でもね、これタンクで発酵させると、うん、大体1万リッターもできちゃうんですよ。おお、1個で1個で。へえ、大きいもので作ると1万リッターで大体13,000本。で、こっちのちっちゃいタンク、はい、ちっちゃいので作ると1000リッターしか入んないんで、10分の1しか。10分の1、それにしても大きいですよね。これからですね、この大きなタンクの中で私の思いを叫んでみたいと思います。おいしい玉豆乳が食べたい、おいしいシャルドネが飲みたい。こちらはですね、赤ワインのみの樽になってまして、だいたい赤ワインで年間300樽で、2年間寝かすので、ここと隣の倉庫に600樽ぐらい樽があります。フラッグシップのワインって、はい、どうやってこのたくさんのワインの中から選ばれてるんですか？そうですね、はい、フラッグシップはだいたい6樽から7樽ぐらいをこの中から選ぶんですけど、はい、まず美味しいものを選ぶ。そうですね、その年の樽200樽を、まあ、全部一個一個見てメモを書いて、でその中で最高の組み合わせの6樽をブレンドテスト毎日毎日。200の中からまず6樽にするのって1日でやるんですか？いや、全然無理ですね。まずどれくらいかかるんですか？200樽飲むのにまず2日ぐらいかかる。でも2日で飲むの？飲んで、でこうテストするのに、最初始めた時は1ヶ月ぐらいずっとやってました。でもそれ最後の方ちょっと酔っ払っちゃいません？まあ、なるべく吐くようにしてね、で飲まないようにして味だけ見るようにはしますけど。で、それで何本できるんですか、そのフラッグシップの？フラッグシップはだいたい2000本。2000本、すごい労力がかけられて作られてるんです。それを毎年毎年やって、悪いものをいいものにしてって、うん、
そのやっとそのアルケイディアっていうフラグシップの製品が IWSC で金賞を取れたっていうのが今年の喜ばしいニュースだったんですね。はい、IWSC ってちょっと聞きたかったんですけれども、うん、どのようなコンテストかちょっと教えていただいてもいいですか。あ、自分ら的には IWSC とデキャンタっていうワールドワインアワードっていう、はい、そういうのがオリンピックとか世界大会みたいな位置づけにしてて、はいはいはい、そこでようやく金メダルが取れた、はい、世界的なコンクールですよね。そうですよ。すごい。あのここに流量計がついててっていう、でこれで220って設定すると、あの樽にですね220リットル入れてピーッと止まってくれるんですよ。だから、うん、うちの樽はこれ全部赤ワイン用ですけど1個も赤色がない。え、どういうこと？赤ワインが樽に入ってるじゃないですか、はい、樽に入れるじゃないですか、はい、こぼれるじゃないですか、うん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 、だからなるほど、こぼれがなくて綺麗な樽のままってことですね、外観が。これのおかげで溢れたりもせず、毎日1万キロのブドウを仕込まなきゃいけないんですよ。500トンを仕込むのに50日かかってしまうので、1ヶ月に20日仕込みたとしても2ヶ月以上は毎日仕込まなきゃいけない。それをやっぱ一粒一粒選択よりないかないので、機械の力を頼る。全然問題なく。そしたらね、今までそのブドウの花のカスとか、あと結実しなかった青い小さい実とか、ああいうの全部取ってくれるんで、ワインに雑味が全くないわけですよ。へえ、なるほど。すごい頭のいい機械なんですね。それで20年に作ったワインを飲んでみたら、今までのワインと全く違うわけですよ。あー、でもそうですよね。で、え、これはいいんだよねとか思いながら、もう飲み物を迎えてるぐらい綺麗なワインになってしまって、樽に入れる必要あるのかなっていうぐらい。あー、なるほど。ポテンシャルの高いワイン。素晴らしい。今日はですね、特別に充填設備の部屋に連れてきていただきました。ちょっと初めて見たんですけど、ご説明いただいてもよろしいですか。はい、左側に見えるのが栓瓶器。栓瓶器、はい、オゾン水を使って瓶を殺菌します。続いて真正面、これがカーボネータ、炭酸ガスをワインに溶け込ませてスパークリングワインを作る機械で、こちらが充填器、打線器、全部セットになってこのロックし、虫が入らないようにそうです。で、そこに見えてるのがメンブランフィルターって言って0.45ミクロンのフィルターが入ってて、そのフィルターが最初にまずしっかり機能してるから最後にもう一回点検で、その点検が OK だったら、この3つ目した製品は何がいいですか、何がいいですか、ですよっていうのを記入してます。それがハセット、最近聞くじゃないですか。なんでそのハセット基準っていうのをこの CCP っていうんですけど、これで管理してる。ここからは繋がってるんですね。そうです。ここからがね、結構メカニック的なのがいっぱい並んでまして、まあ、瓶詰めされて打線もした製品があそこで現れて、これは撥水、風で水滴を飛ばしてラベルを貼りやすい。で、ここがスパークリングワインのワイヤーをかける、ワイヤー、まだ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 ある。人いらないんじゃないですか。あ、一人で1日1万本入れます。え、一人で1万本入れるんですか。え、やばー。これはね、世界でも珍しくて日本にも多分1台しかないんですけど、はい、スパークリングワインって炭酸ガスを溶け込ませるためにマイナス1度ぐらいに充填するんですね、はい、で、それだと水滴がついて、ラベルが貼れないんで、こう電熱線がこうついてまして、ここをずっと10分ぐらい迷路みたいにこうぐる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 回って、そうすると25度になって帰ってくるんです。すごい、ワインのサウナみたいな感じですかね。ねえ、すごい。それすることによって1日に、ね、その1回冷たいやつを取って
温めてもう一回乗せるっていう作業をやってたんですけど、これのおかげで6000本とか7000本とか一気にラベル貼るところまでいける。特注ですか？特注ですよ。すごい。こちらは瓶ですよね。そうなんです、はい、この瓶の種類を見てほしいんですけど、はい、缶ワイン、200ミリのスパーク、はい、360ミリ、はい、500ミリ、500ミリのモーゼル型、はい、720のキャップ、はい、720のコルク、750のブルゴーニュ、750のボルドー、あとスパークリングワイン、え、いっぱいある。そう、それをね、ここの機械で全部詰めることができて、ラベルまで貼る。ここ全部で？そう、ここのラインが全部のこの品種を対応してる。ボタン一つで分かるみたいな感じですか？さすがにそこまではいかなくて、ああいうところに、ね、片替えの部分が並んでる。こっちにこれを変えることで全部の品種を変えるんですけど、そこで一つスパークリングワイン、ここに高畑ワイナリーって書いてあるということは向きがあるんですね。で、この向きに合わせてこのラベルを貼ってあげないとダメじゃないですか。で、こいつがこいつがこの白いスターホイールのところにはまって、これが回ってここに来るじゃないですか。はい、くる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 って回して、このセンサーがこの真ん中に来るんです。ここが真ん中ですよって言って流してあげることで、首のシール、表ラベル、裏ラベルが貼られて。すごい。これはなかなか大事です。人いらないですよね。そうですね。すごい、ドラえもんだ。ロボットがいるんですか？そうなんです。あちらに見えるのが、あの瓶を箱に入れるロボットで、今あの瓶の種類いっぱいありましたけど、あれを全部掴んで箱に入れる。で、そのためにあの調整できるようになってて、あれをこのオペレーターが前日に調整して、次の瓶に合わせて、でこれが箱に入れるっていうのを瓶詰め中は稼働してる。へー、なんかもうよくわからないです。はい、仕込み室に来ました。今はお休み中なんですか？そうですね、はい、あの秋にならないとブドウが取れないので、うん、まあ、ここに白のドレス、はい、こっちは今ここにありますけど、これは本当は中で赤用のプレス。これ結構あの、その本当にブドウが取れた時には外に出したりとかするっていうことですか？雨が降らない限りはね、ここでこのコンベヤーがここまで来て、でブドウがここに来て、で毎日1枚4000円ずつチャルドラウベアを絞って、こいつが絞ります。はい、絞った果汁はロッカーをして、発酵室で奥にも持ってます。あれは2日目の味で沈ませて、上積みはそのまま置いて、下に溜まったお湯を真空ロッカーにして、ロッカーして交互に10トン入るので1万リッター使って、作っていきたいですね。